影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわぁ、ようやくだ。本当にやっていいのね。はあ、早く俺の左目を。そうはさせんぞ。カムイ。さくらか。ここはカカシ先生。先生、左目。オビトはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。うん、マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい？え、よし。カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども。この方法でガイも。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。おう。お前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト。オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。